インディアンのカフは、1783年の後半か1784年の前半にジョセフライトによって描かれた油絵、1785年の古典で初出した。現在はダービー博物館、美術館で展示されている。インディアンのカフという表題は、作者自身によるものだが、より長く描写的な別名で、ゴーフの部具の番をするインディアンの族長のカフとも呼ばれる。 ベネディクト・ニコルソンによると、悲嘆に暮れる女性を描くために使い古された、新古典主義的な衣服を描写するのは、ライトの手法であった。ニコルソンはこの絵画が、真実により、近い点として、ヘアバンドの形、羽の手入れ具合、ひだつきの折り布、ナイフの差や、肌の方に描かれた加工側を挙げ、ライトが、当時のアメリカ極西部地域から後、大古城部地域における、 インディアンの工業技術に関する知識を持ち、絵画に利用していたことを示唆している。1780年代のイギリスでは、高貴な野蛮人の概念を、ネイティブアメリカに当てはめヨーロッパ系アメリカ人を、逆属とみなすことが流行していた。ライトの作品のうちろうそくに照らされた場面を描いたものとは、対照的に、この作品では、日光と荒れ模様の空に対して、 人物の輪郭が映し出される構成になっている。この作品の版画がダービー市出身の美術家ジョン・ラファーエル・スミスによって1785年に制作された。ライトは女性の不屈の精神を題材にしたミルトンのコーマスにいる女とインディアンのカフに非常に近似したを描いた。ミルトンのコーマスにいる女はリバプールのウォーカーアートギャラリーに収蔵されているが、 近似作品は火災により消失した。インディアンのカフト、ミルトンのコーマスにいる女は1785年にライトの古典で展示された。これはイングランドにおける最初の古典であるかもしれないと指摘されている。ライトが古典の計画を立てたのは王立芸術委員会員になることを拒んだ1784年のことであった。ありがとうございます。